くは、セントフランシスコだったっけ、セントフランシスコザビエルだ、うん、ザビエルがやっとジパングまで来たんだよ。でザビエルがやっとジパングまで来たんだけど、ジパングにはゴールドはなかったんだよ、当たり前だけど、うん、マルコポロが嘘書いたからみんなジパングにゴールドがあると思って一生懸命来たんだけど、うん、で やっとあの、ザビエルがジパングまで来たんだけど、残念ながらゴールドはなかった。なんで？だってあの嘘書いててみんな嘘が本当だと思ったんだよ。でも嘘が本当だと思ってその信じちゃったためにサウスアメリカはスペインにオキペーションされちゃって、それからフィリピンもスペインにオキペーションされちゃったんだよ。で嘘が嘘だって分かるまでにすごい時間がかかった。何時間？何時間って300年ぐらい、200年ぐらいか、2 million years、 昔だから。ザビエルがあのジパングまで来たらゴールドなかった。